1回の表守備につきました阪神タイガース、岡田が重傷を負いまして、果たして内野陣をどうするかというのが一つの課題になっていますが、やはりセカンドには真弓が入りまして、ショート平田、ご覧のように真弓がセカンドを守ります。そしてショートには平田が入ります。そして今日はバースが先発でライトを守って、打順は3番です。ラインナップをガラッと変えました安藤監督、不審の布陣ですが、1回の表、このところどん底の不調にあえぐ首位ジャイアンツ、今日ジャイアンツの勝ち負けに関係なく、もし広島が勝てば勝率で広島がトップに立ちます。ジャイアンツとしては重大なピンチを迎えたわけですが、まあ、ジャイアンツにとっては折りよくと申しますが、まもなくオールスターゲームがありますので、これが後藤さん一つの区切りになりますからね。そうですね、それまでね、はい、頑張ればいいわけですからね。先発野村、バントヒットを拾いましたがファウル。現在極端な打撃スランプに陥りまして、このところ29打席ノーヒットという松本。マウンド上の野村は対ジャイアンツ戦ここまで3試合登板していますが、まだ勝ち星はありません。5勝7敗、このうちの2敗が対ジャイアンツ戦です。この松本のスランプが大きく響いてるんですね。そういうことですね、まあ、あのパターンとしてね、松本が出て盗塁して、はい、それを送ってても選手点を取るという形の時は非常に巨人強かったわけですよね。そうなんですよ、まあ、それがその松本が全然順に出ないということではね、その形にならないですからね、現在野村に対しては今シーズン7打数1安打打って左中間にボールが伸びていきました。センター追いつくか、追いつきました。北村、もう少し打球が左へ切れれば左中間を抜く長打になるところ、さすがは俊足北村、よく追いつきましてバックハンドキャッチ、鮮やかなファインプレーを演じました。甲子園の阪神巨人の今シーズンの15回戦、先発野村、松本に強打されましたが左中間に飛んだ長打性のフライ、センターの北村が俊足を飛ばして懸命に追いまして、ご覧のように見事なバックハンドキャッチ、長打を防ぎましてワンアウト。これで松本はこのところ通算30打席ノーヒットになってしまいました。バッター2番の河野です。河野は今シーズン野村を比較的よく打っていまして、8打数3安打マウンド上の野村はこの前が4日の対スワローズ戦、先発して5回投げて負け投手、したがって中7日と休養十分です。なかなか巨人に勝てない野村、大事な試合を任されました。河野は札幌へ行く前にちょっとバッティング調子が上がったんですが、どうも札幌シリーズでまたおかしくなって、依然としてスランプだということを首脳陣が言ってます。そうですね、やはりあの2割3分台ではね、まあ、ちょっともう少しやっぱり打ってくれないとね。そうですね、ようやくまあ2割4分には届きましたね。2割4分1厘ですよ。ああ、そうですか。やっとですよね。やっとですからね。この前の札幌遠征の前には右の方に割合ヒットが出だして、これでどうやらスランプを出したかなと言われたんですが、どうもその後いけないんですね。ノーストライク3ボールです。この場面野村が苦しくなりました。ああ、ストレートのフォアボール、ちょっと野村の悪い形になってきました。ワンアウト一塁です。フォアボールを出しては長打を打たれるというのが野村の崩れる形なんですが、果たして踏ん張れるか。好天に恵まれた甲子園の阪神巨人、今シーズンの15回戦、野村と江川両投手の先発でゲームが始まって1回の表、ジャイアンツはワンアウト後2番の河野がストレートのフォアボールで歩きました。3番の篠塚がバッターボックスに入っていますが、おとといのヤクルト戦では偵察用メンバーも使われまして、打順は7番と下がられました篠塚。昨日から3番にまた戻ってはいますが、調子は本当とは言えません。この人がまたスランプ状態で、現在17打席ノーヒットなんですよね。これだけあのバッティングの上手い人はね、もうちょっと長すぎますよね、これ信じられませんね。松本が出られない、この篠塚にヒットが出ないというんですから、ジャイアンツ得意の先行利益のパターンができないわけですね。そういうことですよね。
まあ、その代役として2番の河野が一塁へ出ました。ストレートのフォアボール。篠塚がバッターボックスに入っています。今シーズン野村とは巡り合わせなんですね。まだ人も顔が合っていません。今日が初顔合わせ。さあ野村がどこまで頑張れるかですね。そういうことですね、まあ、野村の頑張りとですね、はい、江川の調子が戻ってるかどうかというのが一つの、まあ、見どころにもなりますよね。相手の江川はこのところ2試合連続3回でノックアウトですからね。そういうことですね。どちらとも言えないわけですよね、はい、江川が今日はどういうピッチングをするか。ですから両チームとも首脳陣は不安半分ぐらいの気持ちでしょう。そうだと思いますね。先発投手を分についてね、まあそうにしてもね、今日の野村はちょっとコントロールが悪いですね、はい、そうですね、はい、まあ野村はなんといってももうコントロールが身上ですからね。そういうことですよね。この人の場合やっぱり低めにコントロールされないとね、はい、やっぱり苦しいですからね、1週間休養を取りまして8日ぶりでマウンドに上がったベテランの野村。ちょっと休みすぎという感じがありますね。 そうですね、このところずっともう4日間隔で打ってきてましたからね、はい、普段よりコントロールが悪いのはそのせいかもしれません。休みすぎると肩が軽すぎてちょっとコントロールがおかしくなってこと聞きますもんね。帰って、ダメだということをよく言いますね、はい、そうですよね。ワンツーランナースタートを切った。ヒットエンドラン。ショート正面の頃、二塁間に合わない。一塁へ送ります。一塁アウト。ヒットエンドランをかけていましたのでダブルプレーは防ぎました。河野が二塁へ進んで打った篠塚はショートゴロ。やはりまだ篠塚らしい当たりが見られません。これで18打席連続ノーヒット。今日ショートを守っている平田、まあ、普段の篠塚でしたらね、はい、まあ、ヒットエンドランなんていうのはあまりないんですよね、はい、そうですよね、まあ、それだけ当たってないということですよね、まあ、篠塚の信頼もないということでヒットエンドランやってるわけですよね、はい。この原もね、実は一昨日の試合でランナー1、3塁の場面でヒットエンドランをかけてました、ピッチャーゴロって時ですね。私は驚きましたよね、それを今日ね、牧野コーチに聞いたんですが、やはり松岡に対する苦手意識が強くて本人が何か自信がなかったそうですね。そういうことですよね、それでヒットエンドランかけてました、4番バッターにヒットエンドランですからね、普通なら考えられませんよ ね、 そういうことですね。この場面はどうか。2アウトランナー2塁。原は今シーズン野村をやはり苦手としていまして8打数でノーヒット。まだヒットは1本も打っていません。そうですか、野村に対してもヒットを打っていないんですね。ランナー2塁に河野を置いています。失礼しました。野村に対して原は9打数で4安打ですね。9打数で4安打を打っています。レフトで高々打ち上げた。これはどうか。追いつきました。その回り込んで使いました。河野二塁残塁。原のバットからヒットは出ませんでした。ランナー二塁残塁で1回の表ジャイアンツ0点にまず終わりました。早くも盛んな声援を送る一塁側、そしてライト側のタイガースファン。内野席はご覧のようにほぼ満員ですが、外野席、特にレフトの方の外野席の上の方にまだ空席が目立っています。今夜の甲子園球場、1回の表野村がまずまずのピッチングで0点に抑えました。さてその裏、今度は江川のピッチングが注目されますが、まあ、最近の江川の不調というのは後藤さんちょっと信じられませんね。そういうことですね、まあ、ちょっと調子が戻ってきたかと思ったらですね、はい、マメができてですね。そうなんですよ。あれでまた調子を崩してしまいましたね、とにかく現在の防御率が4点台ですね、ちょっと考えられないですけどね、4.45 ですよね。ジャイアンツに入って5年目、このままでいけば江川にとっては最悪のシーズンになってしまいますからね。そういうことですよね、だからまあ残り半分これ頑張ればね、また2勝近くまでいきますからね、現在8勝ですね。負けも6つ。タイガース戦はこの前の後楽園の試合で藤田監督のちょっと渋い表情が見えますが、今組み洗いしてますね。この前は駆け切り2本のホームラン、そのうち1本が満塁ホームランで、ね、そういうことですね。笠間にも打たれて3回でマウンドを降りました江川。
岡田欠場でこの前見が3番を打つかという声があったんですが、やはり今発行の切り込み隊長ということでやはり1番を打ちました。セカンド前見、そして3番にはバースが入っています。タイガースの新しいオーダー、3割3分1厘、規定打席に達している選手で3割台は1人もいない現在のタイガース。まあ、前見はまだ規定打席に達しないわけですが、まあ、8月の中旬あたりにはおそらく達するだろうという見通しで、おそらく3割は維持していくでしょう。そうです ね前見の打力をもっとすれば、まあ、阪神の打線の中で一番安定してますからね、そうですよね。この時点でも3割3分1厘あります。1番の前見、1回の裏タイガースの攻撃が始まっております。マウンド上は中4日の江川卓です。甲子園の阪神巨人戦、今1回の裏タイガースの先頭打者マイミが最後この江川の鋭いカーブに引っかかってスイングアウトの三振に倒れました。ご覧ください、これはなかなかいいカーブでした。そうですね、まあ、江川としては、ね、ややホッとしたんじゃないでしょうかね、はい、そうでしょうね。もう大体前見に最初に打たれてますからね。そうなんです、ずっとこれまで9打数4安打でね、打ち1本ホームランで苦手のバッターの1人ですからね。先頭の前見を打ち取ってホッとしたでしょう。マウンド上の江川、2番に入っているセンター北村、先ほどは守備で相変わらず素晴らしいプレーを見せました北村。思うように打率は伸びませんで、現在2割2分1厘しかありませんが、とにかくまあ攻守とも一生懸命あります。好感の持てる選手、2番の北村。江川に対しては今シーズン3打数で1安打。好天に恵まれた甲子園球場の阪神巨人、今シーズンの15回戦、前半戦の甲子園における最後の対巨人戦であります。1番の前見が三振に倒れた後、2番の北村がよくボールを見てワンスリーといいカウントに持ち込んでいます。中4日でマウンドに上がった江川、リードするキャッチャー山倉、ピッチャー返し、ちょうどピッチャーの正面にワンバウンドのことが飛んでいきました。2アウトランナーありません。まず立ち上がり、苦手のバッターの1人前見を三振に取りまして、2番の北村もピッチャーゴロに打ち取って2アウトまで来ました。マウンド上の江川、今日3番に入っているバースを迎えます。バースは江川に対して9打数の2安打ですが、その2本のうち1本がホームランです。2アウトランナーなし。タイガースの先発野村は河野にフォアボールを出しましたが、1回の表巨人の攻撃を0点に抑えています。その裏江川は2アウトを取りました。まだランナーは出していません。岡田が一昨日のゲームで足を怪我いたしまして、その後打順をガラッと変えました安藤監督。今日はバースが3番です。ご覧のようなラインナップです。前見、北村、バース、掛布、そして佐野、藤田、平田、例によって江川のテンポの速い投球です。ワン・ツー、こうやって見てますとそう悪いように思えないんですが ね、 そうですよね。江川、ワン・ツー、外側の速い球、空振り、ツー・エン・ツー、2試合連続ノックアウト、それも早い3回でマウンドを降りているマウンド上の江川、今日はどうでしょう。ちょっと振り遅れだけど、今日は何か意識してですかね、はい、非常に低めでよく投げてますね。割合高めのボール少ないですよね。コントロールに気をつけてるんでしょうかね、トゥートゥーです。これは惜しい球、今の140キロがこれまで一番速い球のようですね。そんなに速い球は投げてきません。
その分低めにコントロールを心がけているマウンド上の江川、カーブを打って一二塁間を破ったヒット。カーブをジャストミート、セカンド篠塚の右を破りました。これはなかなかいいバッティングでしたね。いいバッティングでしたね。完璧に打ってますね。まあ大体あの高さの球は非常に強いですよね、はい。さあ2アウトですが、バースを出しまして、この前の後楽園のゲームでは2本のホームランを打たれている掛布を迎えました。マウンド上の江川、打率がようやく2割9分へ戻ってきました。2割9分ちょうど。ホームランは15本。前の後楽園での対戦までは江川からホームランを打っていませんでした。この前の2本が全て打ち上げた。これは上がりすぎた。セカンド後方、篠塚がボールを見ながら追いついて掴んで3アウト。バース1塁残塁、高めの絶好球かと思いましたが、ちょっと食い込まれましたかね。ちょっと食い込まれましたしね、力が入りすぎましたね。そうでしたね、力みすぎた、江川1回の裏ピンチを逃れ、甲子園の阪神巨人今シーズンの15回戦、1回は両チームとも1人ずつランナーを出しましたが得点にはなりません。0対0でこれから2回の表、ジャイアンツの攻撃。最近バッティング好調の阿波口がバッターボックスに入りました。打順は5番。この阿波口が最近よく当たってるんですよね。そうですね、非常にいいですね。今シーズンも野村に対しては8打数4安打、5割の打率を残しています。初球を打って、これは平凡なセカンドゴロ。セカンドを守っているのは真由美です。岡田が怪我をして戦列を離れまして、今日から真由美がセカンドに回っています。この人は本当に器用な人ですよね。どこでもやりますからね、はい。セカンドの経験があるのかと聞かれまして、前にやったことがあるから平気ですよと言ったそうですね。まあ、本当に器用な人ですね。今日はセカンドを守っている前に平凡なゴロをさばいてワンアウト。今日は打順6番の中畑、ワンアウトランナーありません。カーブが外れましてワンボール。今シーズンの中畑は野村に対して3打数で1安打、当たりを買われて一昨日は3番を打ちました。あの試合でも2安打を打った中畑。これも平凡なショートゴロ。今度は若い平田、きれいにさばいて2アウト。野村がうまく当たっているバッター、阿波口中畑を打ち取りました。何かボールがバットの芯に当たらない感じですね。スイングのスピードがね、はい、やっぱ非常にみんな眠いですね。眠いですかね。巨人の打者見てもね、何かこう食い込まれて食い込まれてというような感じで打ってますから ね。それもそんな速い球じゃないですからね、はい、野村の球。今日は先発に起用されました若い駒田、守備位置はライトです。駒田は今シーズン野村に対して5打数で1安打です。三塁側のジャイアンツベンチ、低めの変化球空振り。最近は駒田とか鈴木とか吉村とか若い人が盛んに出てくるんですが、中では人によっては吉村が一番バッティングの素質あるんじゃないかという人もいるんですね。一番安定してますね、はい、吉村が左にも打てますしね。駒田の場合はローボールヒッターですよ ね。明らかに。だからどちらかというと非常に駒田の場合は振り回しますからね、はい、うまく当たればいいですけどね。まあ、シーズン始めは満塁男と、ね、異名を取って満塁によく打ったんですが、そうはやはり当たりは続きません。2エンド1食い込まれました。後ろへ高く打ち上げました、はい、打たれるとね、各ピッチャーがあのチームとも研究しますからね。そうですよね、だから弱点をついてきますんでね、はい、そうそう、それを打ちこなすというのは若い人にはまだ無理ですからね、まだそれだけの技術が身についてませんからね、まあ、それを乗り越えて初めて1年前ですからね、そうですよね。駒田の現在の打率が2割7分7厘です。シーズン始めよく打ちましたのでホームランは6本を数えます。本当にあの開幕直後はすごい当たりをしました、この駒田。カーブを撫でるようなバッティングです。
レフトへの平凡なフライ、レフトの佐野ゆっくり追いついてこれを取りました。三者凡退。立ち上がりちょっとコントロールの悪かった野村、この回は安定してきれいにジャイアンツのバッター3人を打ち取りました。2回の表を終わって0対0です。甲子園球場はこれから2回の裏、ご覧の通り江川がマウンドに上がってタイガースの攻撃を迎えます。まだ得点ありません。他球場の先発投手をご紹介しておきます。注目の名古屋の中日広島戦、中日は各、広島は北別府、それから神宮球場ヤクルト対応は宮本と遠藤、パシフィックリーグ後楽園の日本ハム対阪急は工藤と今井、日生球場近鉄と西武は谷弘明と松沼弟、川崎球場のロッテ南海は今シーズンドラフト1位の、石川投手、ロッテの石川投手が初登板初先発であります。南海は山内貴則。なおさっきもご紹介しました名古屋球場中日広島戦、もし今日広島が勝ちますとこの甲子園でのジャイアンツの勝敗に関係なく勝率で広島が1位に上がります。さあこちら甲子園はまず互角のスタートを切りまして、これから2回の裏タイガースの攻撃が始まります。佐野が打ち上げました。高く上がりすぎました。ライトの守備範囲、ライトの駒崎、風に流された、取りました。風が右から左へ相当強く吹いています。今日の甲子園球場その風に押し戻されまして、ちょっと最後慌てましたが若い駒田がこれを掴んでワンアウト。バッターは6番の藤田と変わります。攻めの球を選んでワンボール。今シーズンは藤田は笑顔をよく打ってますね。ここまで10打数で4安打を打っています。サードのベースより抜きました。ヒット、長打コースになりますが藤田が全力疾走するか、ボールを見ながら二塁まで行きました。二塁打、相変わらず流し打ちはうまいですね。そうですね、はい、まあ、緩いカーブですけどね、高めに来ましたからね。そうでした。やはりあの大きなカーブも高めに来ると打たれますね。そういうことですよ、で今のはもうあのストライク取るカーブですからね、はい、キレも悪いしですね、高めに来たんじゃちょっと苦しいですね。ほとんど狙い打ちですね。右寄りに守っていた原の逆、ベース寄りをきれいに抜きました。藤田の二塁打、全力疾走ができないのであるいはと思いましたが、その通り一塁を回ってちょっと見てから改めて走りました。藤田二塁まで行きました。ワンアウトランナー二塁。2回の裏阪神が先取点のチャンス。バッター今日先発に起用されているショートの平田、ここまで打率は1割9分です。2割に達していません。うまく右へ持っていきましたがファウル。この辺りはもう満員になっています。内野スタンドはそうですね、やはり一塁側三塁側の上の方までもうぎっしり満員です。今空席が見えるのはレフトの外野席の上の方だけです。相変わらず大人気の阪神巨人戦。カーブを打って大きなバウンドのピッチャーマン、これは面白い当たり、キャッチャー慌てた、山倉慌てました、エラー。昨日に続く守備の乱れ、誰をまた思い出すような山倉が慌てましたね。ちょっとこう信じられないようなミスが続くんですよね、今の巨人は。完全な当たりさこない、うまくさばいていれば際どいタイミングですが一塁間に合ってます、完全に間に合うんですよ ね。慌てましたね。水暴走が治って戦列に復帰した山倉、この人が戻ってきたことでピッチャーが立ち直るだろうというのが首脳陣の期待なんですが、その山倉が自分からああいうミスをしてはいけませんね。二塁ランナー藤田はそのままです。ワンアウト一塁二塁、足の速いランナーだったら今のあたりで一辺に三塁走りますが ね、当然行くところですよね。藤田ですからやはり一応してスタートは切りませんでした。ちょっと惜しまれますが仕方がありません。ワンアウトランナーが一塁二塁。さあこの前の後楽園で江川からホームランを打っている笠間、手元詰まった当たりバックネット。開幕当初からもう張り切ってプレーを続けている笠間、
6月に入って一頃ちょっと疲れが見える時期があって渡辺がマスクをかぶったこともありますがね。あ、三遊間きれいに破ったヒット。藤田スタートが遅れました。三塁へ止まりました。そういったらちょっとかわいそうですが、藤田が前にいるとブレーキがかかってる感じでね、そういうことですね、思うようにランナー動けないですね、はい、今のあたりもランナーが普通の状態なら無論ホームインできるあたり、三遊間の真ん中を破る笠間会心のヒット。二塁ランナーが藤田ですから三塁へ止まりまして、ワンアウトフルベース。まあそれにしても笠間も笑顔に対して自信を持ってますね。まあ、だけどあの追い込んで通な守備に追い込んでね、あの球甘い球ってですね、ちょっと考えられませんね、もうでどちらかといえば笠間といえばストレートの強いバッターで変化球には弱いというあれありますからね、だから一つ外してくるかと思いましたけどね。そうですよね、まあ裏を変えたつもりで掘ったんでしょうけどね。そうかもしれませんね、さあバッターは9番のピッチャー野村、ワンアウトフルベース。安藤監督がどういう攻め方を見せるか、カーブが外れましてワンボール。ちょっと攻める方も攻めにくいところですね、満塁ですからスクイーズは難しいわけですよ ね。野村に外野フライが打てるか、ヒットが出れば最高ですが、あ、強振しましたね。やはりここはヒッティングでしょう。満塁スクイーズは難しいですからね。そういうことですね。しかもバッターがピッチャーで三塁ランナーが藤田でしょ、そうですね、一番やりにくいコンビですからね。どちらかといえばあのピッチャーの球も速い方ですからね、はい、どうもやりにくいんですよね。そうですよ、まあ、スクイーズをやるには一番難しい場面です。やはりそのサインが出てないようですね。野村は1球1球三塁側、河野コーチの方を見ていますが、これまでのところはスクイーズの気配は全くありません。2球目を強振しました。まあ外野フライを打ってくれればいいんですからね。そういうことですよね、はい、その方がいいでしょう。ワンツーです。強振したがバットに当たりません。野村が三振に倒れてもこの後には前見が控えています。まあそれだけに江川としては息が抜けません。タイガースとしては野村に外野フライを打ってもらいたい場面。あ、わずかにボール、141キロの速球がわずかに外れました。フルカウントになりましたね。苦しいですねピッチャーはこれ、はい、調子のいい時の江川だったらこういうところでカーブを投げてくるんですが ね、最近の江川はどうでしょう。速い球を打ってショート正面、あ、キャッチャーに投げてフォースプレー、一塁は、あ、一塁後一、ランナー三塁を回って今ホームに向かってホームイン。またも信じられないミスが出ました。相手のエラーで広いもの、タイガース1点先行。ちょっと考えられないですよね。ファースト中畑のエラーが出ました。昨日に続く巨人内野陣の守備の乱れ、全く考えられないミスが出ます。うまくやっていればホームゲットですが、この送球を中畑目を離したんですね、今。そうですね。それでも江川苦しくなりますよね。前進守備のショート河野からキャッチャー山倉へ、山倉の送球ちょっと高かったんですが取れない球ではありません。ミットに当ててこれを後逸、痛いエラーが出ました。タイガースにとっては幸運の1点が入りました。ツーアウトのランナーは1塁3塁で江川に強い真弓登場。先ほどは最後鋭いカーブに引っかかってスイングアウト。しかし今シーズンの前には笑顔をよく打っています。さっきの打席を入れまして10打数で4安打うち1本がホームラン。カーブを引っ掛けたファウルです。外側に落ちるボールのカーブに手を出してスイングアウトに倒れました前に。しかし江川には自信を持っているはずです。高めランナーワンツー。三塁笠間、一塁が野村、バッテリーが一三塁のランナーです。平田が相手エラーによってホームインして
タイガースはひどいもの1点を先行しています。2回の裏これは振り遅れまして1塁側のスタンドへ。このところ2試合連続3回でマウンドを置いている江川としてはこの2回バックの守備の乱れで1点を与えましてちょっと嫌な予感がしているかもしれません。しかも苦手のバッターの真由美、あっとこれは避けるような格好でファウルしました。後ろへファウル、今のは力があるいい球でした。今日はやはり江川相当気合が入ってますね。気合が入ってますよ。この顔見ても分かりますね、普段あまり表情を変えませんがね、今日はやっぱりキリッとした顔をしてますね。3試合連続ノックアウトではエースの名が泣きますからね。カーブを打ってセカンド正面、これは平凡なゴロ。篠塚が一塁を送りましてスリーアウト、ランナー2人残塁。しかしその前ジャイアンツ内野陣の守備の乱れでこの江川から1点をもらいました阪神タイガース。2回終わって